アンドレイ・ウラジー・ミロビチは、ロシアの皇族、ロシア大公。皇帝アレクサンドル・ニセイの三男、ウラジー・ビル・アレクサンドロビチ大公とその妻マリア、パブロブ・ナヒの間に生まれた第四子、四男。1917年のロシア革命が起きると国外に脱出し、長く愛人関係にあったマチルダ・クシェシンスカヤと結婚した。アンドレイは二人の兄、 キリリル大大公公とボリス大公からバレー界のトップダンサーマチルダクシシンスカヤを紹介された。マチルダは以前アンドレイのいとこである皇帝ニコライ2世の愛人だった過去を持つ女性で、そして当時は父の重帝であるセルゲイ・ミハイロビチ大公の愛人として囲われていた。アンドレイは1902年にマチルダが出産した息子を自分の子供として認知し、この子供は 皇族の血を引くとして、ウラジーミル・ロマノフスキー・クラ皇爵の名を与えられた。アンドレイと家族は、ロシア革命に際して、亡命に成功し、アンドレイは、マチルダと共に、パリに身を落ち着けた。アンドレイは、皇帝ニコライ2世の末娘アナスタシア・ニコライブナを、自称するアンナ・アンダーソンの主張を信じた数少ない、ロシア皇族の一人であった。 アンドレイはアンダーソンに初めて会った時から彼女をアナスタシアだと確信しきってしまい、アンダーソンの定位請求を指示した上に、彼女の生活を援助しさえした。アンドレイの一人息子で亡命ロシア人組織、ウラドロッシの一員になっていたウラジーミルは、第二次大戦中に、親、ソビエト的言動を繰り返した罪で、ナチスドイツによって119日の間強制収容所に入れられたことがあった。 アンドレイは、ドイツ人の警察組織のトップに何度も会いに行き、亡命ロシア人たちにも手助けを頼んだが、どちらの側もアンドレイを相手にしようとしなかった。アンドレイとマチルダは、パリに住み、仲良く楽しく暮らした。亡命皇帝になった兄のキリルと違い、アンドレイは政治に興味を持つことはなかった。大公は1956年に77歳でよう、去った。ありがとうございます。